広がりましたね。はい、小林ワンタッチ、さあ中村の前に抜けた、中村が出ていく、中に入れて浅野が決めた。5月19日京都戦以来9試合ぶり、今シーズン9点目出てきましたよね。まあ、ここの小林選手のワンタッチからでしたけれども、本当にスペースができましたね。はい、で中村選手もねしっかり浅野選手が来ているのを見て、まあ、そのね、デミスラインもついてしっかり来てたので簡単ではなかったと思いますけれども、素晴らしいアシストしましたね。